はい、皆さんこんにちは、チェでございます。88の無限の心臓をやっていきたいと思います。これちょっと呪文でね、ウルルさん空飛びましょうか。翼は羽ばたけ。おう、降りれないんだよね、これね。気を失うまでね。あ、ちょうど入れたね。入っていきましょう。これは魔神城来ましたね。うー、なんか強そう。強そう、弱い。ウォーターシェリーは弱いもんね。あれでも全然強そうなって消えないね。あ、全然大したことないね。広いね。全然楽勝だね。おそらくここが最後の砦になるんじゃないですか。砦というかね。おお、宝箱ワープしないでよ。赤の石入った。これ全部入ったわ。え、こんな展開でいいの。石全部取ったよ。これ石4つだったよね。おい、あ、ここいいね。レベル、ルテナンさんのレベル上げるのにも最適な場所だわ。ルテナさんが今レベル3だからね。3だから、今の若い人はこういう、今の若い人っていうわけじゃないけど、今の人はもう、あ、ルテナさんルール上がりましたね。こういうゲームできないのかな、しないのかな。いや、今ね思ったんですよ。これスマートフォンにね、こういう感じの、あの、単性の RPG をやっても、やったらどうなのかなって今ちょっと思ったりしたんですが、きっとダメなんでしょうね。やらないでしょうね、皆さんね。私は逆にスマホのゲームやらないんでね、あの、いわゆる SNS ゲーとかそういうのがちょっと分かってないんですけどね。やっぱり性能が良くて画質もいいんで、やっぱどちらかというとこういう、なんでしょう、単性とかじゃなくてリアルタイムのアクション、リアルタイムのアクション系が多いんでしょうね。あの、このちょっとね、何も操作しなければ止まっちゃうっていうゲーム、私は好きなんですけどね。待ち受けてくれるってね。お、サラセンさんがレベル上がりました。あ、ほんとここで、あの、スペースキーに何か物置いてりゃ。あ、ここのことか。私の友人が言ってたの、序盤ではレベル上げれないんだけど、まあ、あの、砂漠とかね、序盤の砂漠とかでも置いとけばいいんですけど、あそこは有限ですもんね。しまいに敵いなくなるんで、ここひょっとして無限湧きするっていうことかな、じゃあ。ちょっと待って、やってみようかな。これ今スペースキーに置いてるんですけどね、指をね。なんか重いのあるかな、スペースキー置けるもの。ないね。何かもうちょっと重いものでないといけないんだよね。マウス置いてみたらどうだろう。ああ。ああ、友人はサバ缶って言ってたけど、わかる気がするね。あ、これいいかもしれない。あ、これめちゃくちゃ重いわ。逆に重すぎて壊れそうで怖い。あら、でかすぎてダメだった。今ね、あの、電子ピアノの、あれ置いたんです。あの、AC アダプター置いたんですけど、めちゃくちゃ重いんでね。ちっちゃくて重いものじゃないといけないんだね。ちっちゃくて重いといえばやっぱ金だよね。今金の金額すごい上がってるんですね。6,200〜6,300円いってんですか。すごいですよね。私が知ってた時って3000円とか、もっと昔だったら1700円じゃなかったのかな。
まあ有事の金って言いますけどね、今ちょうどねコロナがあるんで、まあ、もうコロナが、私コロナになる前に調べた時に6400円だったんで、でコロナが始まって、コロナ騒動が始まってね、大変なことになるのかなと思って、もっと金額上がるのかなと思ったら全然上がりませんでしたね。もうほんとね、もうこの投機というか、まあ投機だね、この流れっていうのが本当よくわかんないね。でもやっぱこう押しっぱだと遅いんだよね。うん、遅いね。こっちの方があるから明らかに早いね。じゃあここはもう赤の石だけでいいのかな。私ちょっと当てにしてるのがね、ここに人が住む町があるのじゃないかなと思ってるんですけど、なかったらちょっとあれだね。あ、でもここすごいわ。もし最後のボスが辛かったらここで、うん、スペースキーに何か、あ、そうだ、これね、88とかね、デスクトップのキーボードだったら物置きやすいんですよね。キーが出っ張ってるから上にね、立体感かなり出してるんですけど、これノーパソだからね、蓋を閉じること考えてますんで、キーボードのキーがね、辛い位置になっちゃってるんですよね、盤面に。だからこれを押し込むとなると面積のちっちゃくて重いものじゃないといけないんだね。ちょっと考えておこうかな。まあここはこれだけみたいだね。じゃあちょっとどっか行きましょうか。あながちここほんと無限湧きしそうだね。ちょっと待ってね、上何かあるかな。あ、ここ無限湧きだわ。今のゾンビってどこから来たの私ヘビに会うと思ってたんですけど、あ、ここ無限湧きだね。ルテナンさんには持ってこいの場所だけどね。でもルテナンさん思ったよりレベル3なんだけど MP が大して上がってないね。あ、これサラセンサーの2の前かな。なんかそのように感じしてきちゃった。だって今レベル4なんですよね。レベル4でね、レベル4でね、MP29 で少ない気がしますね。サラセンさんで48でしょ。あー、やっぱ少ないのかな。サラセインさんで言っとけっていうことかな、これ。あ、そうだ、でもあれだ、88もうこれとここと考えて、とこことを念頭に置いて、とこことを念頭に置いて次何するか決めとかないといけないんだね。あ、でもこれ出ていけないんだね。毒沼でもないんだねこれね。あ、毒沼でもないんだね。ウルルさんが空飛びましょう。精神力足りませんか。あれ、ウルルさんそんなに精神力足らなかった。おお、ドラゴン来たお、やばい、サラセンさん攻撃しちゃった。あ、私本当あれだね、私よ
おー、私、当たり外れでかいな。ウルルさん、そんな MP 減ってた？ちょっと待ってね。これ30いるんですよね、確かね。ねえ、中入ろう。あ、ここも増えるね、一応ね。いや、何ね、ドラゴンと戦うよりは、ザコと戦って MP 回復した方がいいかなと思ったんですけども、ウルルさん全然 MP 回復しなかったね。え、ウルルさん何か MP 使ったかな？飛ぶ以外に。使ってないよね。あ、わかった。MP 取られてたんだね。今減ったね、MP が。いやー、そういうことだったのか。これまたドラゴン来るでしょ。もう、不毛だなー。ああ、ユーギンさんが欲しくなってきちゃった。これ、ルテナンさん、やばい気がしてきたなー。やるだけ無駄な気がしてきた。ちょっと一通り回ったら、ユーギンさん連れてきましょうか。いや、もっと私はね、ルテナンさんはね、もっともっと、ガンガン上がるかなと思ってたんですけども。ははは、同様試合というか、あ、やるね、サラセンさん。で、サラセンさん、毒消し持ってないよね。呪文で、ルテナンさんないかい？失われし力、ないね。呪文で、サラセインさんが、健やかなれでいいのかな？これちょっと、やっぱり MP 減ると痛いから、ちゃんと調べときましょうか。どこだ、どこだ、どこだ、どこだ。これかな？あ、違った。これかな？あ、健やかなれは気絶した仲間か。ああ、毒素無害になれという魔法があった。あったのに。あったのに。それ、あ、あるわ、ここにね。毒素、これ PO ってポイズンっていう意味だよね、と。うん、そうだね。さあ、MP30 までもうドラゴン来ないよ、と。あれドラゴンじゃないね、右上はね。呪文唱えましょう。ウルルさんが空飛びましょう。え？ 3、あ、31いるのか。そうか、そうか。プラス1いるんだよね。うわ、危なかった。お、うわ、もうシールドラゴン楽勝になったね。あ、またドラゴンが来てますが。さあ、サラセインさん。よいしょ。ここないかな？ああ、当たんないね。ああ、ルテナさんがまた上がりました。お、やっぱレベル上がるの早いね。あ、塔がある。なるほど。あ、待たなかった。逃げましょう。うーん、倒そっか。泥仕合になっちゃうんだよね、これね。泥仕合だ。ユーギンさんがいたら楽勝な気がするね。あ、攻撃だね。当たんないや。ああ、もう嫌になってきちゃった。もうほんと主人公ダメだね、これ。ああ、もうユーギンさんがいないと何もできないわ、このパーティーね。あ、サラセンさんもうめちゃくちゃ当たっちゃった。回復したらいいんだけどね。サラセインさんで回復してあげればいいんだけど、サラセインさんはもうこの、何？消えてるもののね、この血、マッピング用というか、この影を消す魔法でね、それ専用になっちゃってんでね。塔
塔はあったけど街は見えないですね。またドラゴン来た。あ、ロックビースト。おお、どうなんだろう。ドラゴンよりは弱いね。あ、でも、おお、あ、こっち抜けて、こっち抜けて、またドラゴン来ちゃった。あと94。よくこんな強い敵を一番初めから仕込んでましたね。一番初めの町でも一匹出てきますからね、ドラゴンね。お、私やばいんじゃない？わあ、泥仕合だ。あ、毒の息かかっちゃったね。あと60。あ、泥仕合。あと30。あ、一応30ぐらいは当てれるのか。あと、あ、いやいや、13しか当てられなかったね。乱数の幅でかいね。あ、ほんと泥仕合だ。お、死にそうになってる。さあね、ちょっとお時間もいいのでこの辺で終わっておきましょうか。88の無限の珍道2ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。